年末も近づいてて、かなり外が寒くなってきましたね。そうだよね、うん、雪が降ったり、より冬のドライブ気をつけなきゃいけないですね。路面が大変だ、はい、うん、ということで今回は冬のドライブの注意点などを聞きに行きたいと思います、うん、あ、それをちゃんと見とけばね、はい、対策もできるから。そうなんです。アマノッチのドライブしよう、アマドラ。ちょっと、なんちゃんこれ歓迎ですよ、これようこそアマドラ。嬉しい。2人がやってきたのは高速道路の維持補修、雪氷対策などを行っている小物インターチェンジ雪氷基地。はい、で、あの除雪車と申しまして、はい、あの路面の雪をこうかく、これから降る時はもうこれが大活躍するわけですね。そうですね、事務所は81台の車両ございまして、もうフル稼働ですか。すごく雪になると81台フル稼働ですね。家の掃除とかこれでやったらすぐ片付きそうだけどね。どんな大きいおじいちゃんだ。ぜひ山田さんとか。こちらの車は、こちらは雪氷巡回車といって、気象状況や路面の状況を把握するために高速道路を巡回する車両になります。この車両には路面センサーが搭載されておりまして、走行しながら路面の温度や凍結状況を計測することができます。すごい。では実際に乗ってみましょうか。え、乗れるの？いいんですか？やったー。すごい、今まだ乾燥してます。確かに乾燥してますね、うん、乾燥が、あー、濡れに変わった。濡れ変わりました。うん、だ俺の肌もやってもらいたい、この乾燥とかさ、濡れ。確かにそれあるとね、より化粧したいように早めに塗りましょうとかできますもんね。本格的な雪のシーズンを前に、先日除雪車の出陣式が行われました。冬の雪道を走行する時の注意点など教えていただけますか。はい、ぜひあの冬用タイヤの装着をしていただく、あるいはあのタイヤチェーンの蛍光などをしていただいて、あの急ハンドルとか急ブレーキだとか、まあ、急がつくような動作は控えていただいて、車間距離も空けた方がいいですね。そうですね、車間距離も十分に空けていただいて、普段よりもあの注意して運転いただくというのが、まあ、大事なことなんじゃないかなと思います。もう十分余裕を持って、はい、うん、よろしくお願いします。年に冬のドライブも楽しんでほしいですね。そうですね。積雪凍結した冬道で通常感覚の運転は危険です。動き始めも加速減速も緩やかゆっくりに、余裕を持った運転を心がけていきましょう。